蹴りつけてやる。来い。これで終わらせる。やるな。戦術は切れた。終わりだ。なんで？私は。ナルト君が…なんという威力だ。犯人を倒す何人もこっちだ。これはどうだ。避けられはしない。これはどうだ。こっちだ。
地だ。素晴らしいものだ。なんでだ。なんでこうなっちまう。苦しい。誰か俺を助けてくれ。俺は。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目火影。ああ、八本目の尾まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。なんで四代目が。だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ。じゃあ俺ってば。さっきも言ったろ、俺の息子だって。父ちゃん、俺の
四代目が俺の父ちゃん。キュービをお前に封じてからいろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞きたかった。ん？なんでだ、なんで俺にキュービを封じたんだってばよ。キュービが俺ん中にあるおかげでいろいろ大変だったんだぞ。お前にキュービのチャクラを封じたのはその力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると。なの勝手だってばよ。ああ勝手だった。でもお前なら俺の息子ならできると確信していた。この葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。あいつはペインはむちゃくちゃ強えってばよ。今まであったどんな敵よりも。ああでも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も里もだから俺は。おそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として今の惨劇につながった。え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみにとらわれる。じゃああのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか。それはわからない。ただ理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ四代目教えてくれってばよ。答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すらわかんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いしそんなにすげえ忍者じゃねえし、それにお前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さてそろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だがこれで最後だ。この葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。